天使くん、お疲れ様。楽しかったね。私はいつも困ってる人のために本気で頑張るけど、今回は少しだけいつもと違ったかも。本気で自分のために頑張ったかも。お疲れ様。お疲れ様、騎士くん。いろいろと大変だったけど、まだ元気は残ってるかな。残ってるなら、その海辺を私と歩かない？二人きりで。お、お疲れ様。疲れてない？このあと時間あるかな。海といえば釣りだろ。静かでいい場所を見つけたんだ。二人でのんびり竿を垂らそうよ。お、ゆいちゃんに言われたことちゃんと考えなきゃ。え、何を言われたのかって言えないよ。特に岸君には。そんなに気になるの？まだ秘密。いつかね。終わっ、ここに来てよかった。レイちゃんやひよりちゃんと競い合って、今まで言えなかったことまっすぐ言い合えた。これからどうなるかはわからないけど、あれはきっと私たちに必要だったから。お疲れ。妙な企みに巻き込まれはしたけど、悪いことばかりではなかったね。ユイがあんな風に思っていたなんて。え、何があったのって？君には内緒。これはトゥインクルウィッシュだけの秘密だからね。お、大変大変、支配人さん見なかった？見つけて円盤を壊さなきゃ。私たちの秘密のお話とか全部見られてたって。絶対見つけて壊すんだから。お疲れ様でした。討伐証の交換お忘れないように。岸君、支配人さん見なかった？早く見つけないと。え、慌ててどうしたのかって。記録円盤があるらしくって、今回の大会の。あんなの見られたらおしまいだよ。終わり。大会での私たちの会話が全て見られていた。しかも記録まで残っている。壊さなければ、これは劣気とした盗撮だ。私の全ての力を使って破壊し尽くすんだ。お疲れ。騎士くん、お疲れ様。楽しかったね。私はいつも困ってる人のために本気で頑張るけど、今回は少しだけいつもと違ったかも。本気で自分のために頑張ったかも。お、お疲れ様、騎士くん。いろいろと大変だったけど、まだ元気は残ってるかな。
残ってるなら、その海辺を私と歩かない？二人きりで。お疲れ。お疲れ様。疲れてない？この後時間あるかな？海といえば釣りだろ。静かでいい場所を見つけたんだ。二人でのんびり竿を垂らそうよ。